streets. 新宿のディスコが営業停止になった後のお話です。改めまして、田中正幸です。それでは早速お話しさせていただきます。ディスコが営業停止になった後、私たちはニューヨークが営業を再開したらしいという風の噂を信じ、実際に遊びに行くことになりました。皆さんもご承知の通り、当時は SNS などありませんので、人から人への口伝を信じ行動するしかなかったのです。そして実際お店に行った際に気づきましたが、ファッションについての変更点がありました。まず1点目が、 T シャツはジーンズの中に入れてくださいです。いわゆる T シャツをジーンズの中にインしないとディスコに入店できないというルール変更がありました。私たちはそのルールに従わないと中に入れないので、素直にルールに従い入店いたしました。とは言っても当時はアメカジや渋カジというファッションが流行っておりましたので、中に入ってしまえば T シャツをジーンズの上に出して各々ファッションを楽しんでおりました。もう一点は、また違う日にディスコに遊びに行った際に、入り口でミリタリー系のファッションは入店できません、このように黒服に言われました。あいにく私はその日、下は迷彩のカーゴパンツにブーツを履いて行ってしまったため、入店拒否に遭いました。仕方がなく1回新宿のそのディスコから地下鉄に乗り、実家に帰り、実家でリーバイスのジーパンに履き替え、 T シャツを着て再度新宿のディスコに出向きました。時間は10時半頃になっていたかと思います。そしたら黒服が、おお、なんだお前、また来たのか、というようなセリフを言った記憶がございます。私はそれでも中にいる友人たちと楽しい時間を共有したかったので、そのまま中に入り、あまり時間がなかったですが踊りを楽しみました。そしていつものように走って地下鉄に向かい、終電にギリギリ間に合い自宅に帰るという週末を過ごしておりました。新宿ディスコ営業停止後まとめますと、やはり営業停止後の前のような最高潮な盛り上がりには戻りませんでした。理由はほとんどの10代の子たちが新宿ニューヨークは閉店してしまったのではないかと思っていたからなのだと思います。よって最高潮の盛り上がりには戻りませんでしたが、私たちはこの箱で遊んでいただけではなく、新宿ゼノンという箱でも遊び始めることになりました。次回はこの新宿ゼノンについて動画を作っていこうと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。